なたも物語を聞きに来たの？おーい、お客さんだよ。そんなに大声を出さなくても分かってるさ。よく来てくれたな。君が来ることはずっと昔から分かっていた。さて、今日はどんな歌を弾こうかな。君のために用意した物語を聞かせてやろう。幸せな物語だといいがね。どんなお話になるのかな。うわーい、楽しみ。ヴァレリア地方の中心部、聖なるエトワール神殿のほど近くで栄える都市国家シルディア。堅牢な城壁が三重に囲み、多くの種族が暮らし、多くの商人が行き交い、多くの旅人が訪れる。そして今また一人のエルフがこの町を訪れようとしていた。町に来るのもずいぶん久しぶりね。あれは？人が倒れてるわ。ひどい傷。一刻も早く医者に見せなくちゃ。今の何？指輪かな？おっと、今はそれどころじゃないわ。やっと目覚めたようね。君は…まだ起きちゃダメよ。ひどい傷なんだから。一体何があったの？どうしてあんなところに倒れてたの？上流で川に落ちたとか。わからない。わからない。ここはどこですか？僕はどうしてここに？君は全身傷だらけで川岸に倒れていたのよ。たまたま私が通りがかってこの宿屋まで運んだの。そしてここはシルディアっていう城塞都市よ。シルディア。本当にわからないの？名前も？名前…シオン。よかった。名前くらいはわかるのね。私はエルミ。よろしく、シオ。意識が戻ったようですね。はい。でも、記憶がないみたいで。記憶？頭を打ったせいで、一時的に記憶を失ってるのかもしれませんね。
こちらの方は？この人はピオスさん、お医者様よ。彼はシオン。今は名前しか思い出せないみたいです。そうですか。まあ、慌てることはありませんよ。はい。あれ、どうしたの？右手の中に指輪が。それって川に落ちたはずじゃ。え？あ、うん、なんでもない。この指輪、僕が左手にしてる指輪と同じだ。ちょっと見せてもらえますか？変ですね。あなたを治療した時、こんなもの持っていなかったんですか？ねえ、その指輪からシオンのことがわからないかしら？そうですね。もしよかったら、しばらく指輪を貸してもらえませんか？はい。それじゃあ、こっちの指輪も。あれ？あれ？この指輪、抜けないぞ。ちょっと見せてみなさいよ。本当だ。この指輪、シオンの指に張り付いてるみたい。何か見えない力、魔力のようなものでしょうか。それによって指から離れないようになっていますね。魔力ですか？どうやらこの指輪が手がかりになりそうですね。早速調べてみましょう。それじゃあエルヴィン、シオンの看病頼みますよ。あ、はい。ピオスさんは信頼できる人だから、任せておけば大丈夫よ。うん。さ、もう少し眠った方がいいわ。目が覚めたら全部思い出してるかもしれないし。うん、そうさせてもらうよ。Thank you.
本当にこの方向でいいのかな。心配ないわよ。何ビビってんのよ。だって野生のモンスターがいるって。人を襲うことはないって言ってたでしょ。でも どう見たって凶暴なモンスターだよ。話と違うわね。逃げるわよシオン。うん。こっちにも囲まれてるよエルヴィン。どうすんのよシオン。どうするって聞かれても。ちょっと君、震えてるの？そんなことないよ。そうだ。え？指輪よ、あの指輪。あれが双竜の指輪なら、すごい力が出せるはずよ。あんな話、信じてるの？信じるも信じないも試してみれば分かることでしょ。すごい。なんだか全身に力が湧いてくるみたい。そういうことか。これが指輪の力ってわけか。ちょっとシオン、あんた変じゃない？変だと？ふざけんな、こら。ごめんなさい。やっぱ変だ。てめえら、一匹残らず叩き切ってやるぜ。エルヴィン、行くぞ。